1880年の初版、ベンハーはアメリカ合衆国の小説カルー・オーレスが1880年に発表した長編小説である。アメリカで200万部を売るベストセラーとなった。架空の物語であるが、イエス・キリストはじめ、新約聖書に登場する人物たちも作品中に出てくる。この長編小説は1899年に舞台化され話題になり、 何度も上演された。やがて映画の時代が訪れると1907年に最初の映画化が行われた。まだ無声映画の時代だった1925年にフレッド・ニブロが監督し再び映画化され大ヒットした。その後34年を経てウィリアム・ワイラーが監督しチャールトン・ヘストンが主演した70ミリ幅のフィルムによるワイドスクリーンの作品が1959年に 公開され、大ヒットし、第32回アカデミー賞では、作品賞をはじめとする11部門で受賞した。第5話第14章の戦車競争のシーンは、ソポクレスの悲劇、エレクトラ第680行から第763行までの、オレステースの守り役による、戦車競争と自己死の競技の報告から、多くの着想を得ている。1901年のベンハーの舞台のポスターローマ。 帝国支配時代のユダヤ人貴族ベンハーの数奇な半省にイエス・キリストの生涯を交差させて描く。紀元26年、ローマ帝国支配時代のユダヤに、ローマから一人の司令官メッサラが派遣される。メッサラは、認知のエルサレムで、幼馴染のベンハーとの再会を喜び合う。貴族の子で、ユダヤ人のベンハーとローマ人のメッサラは、強い友情で結ばれていた。しかし、 二人の立場は、エルサレムでは支配者と被支配者。そのことが二人の友情に亀裂を生むことになる。その折も、折、新総督グラトスの不妊パレードを、ベンハーと妹のティルザが屋上で見物しているとき、ベンハーが手すり越しに手を乗せた古いタイルの破片が落下して、危うく新総督にぶつかりそうになる事件が起きる。ベンハーは親友だったメッサラに、 総督暗殺未遂の濡れ衣を着せられ、家族理想、自身は当時奴隷以下の扱いの罪人にされる決きめに遭う。誤想中、苦しむ彼に一杯の水をくれた若者がいた。この若者こそがイエス・キリストであることをベンハーはまだ知らなかったが、この出会いによって一時ベンハーの復讐心が氷解する。罪人として、ガレー戦の小ぎ手とされたベンハーは番号で呼ばれ、 船が沈没すれば捨てられる捨て駒の身分だったが、海戦において司令官、アリウスの命を救う、大主君を挙げ、彼を見込んだ、アリウスの養子になる。その後ベンハーは、戦車競争の親鋭として注目されることになる。ユダヤへ戻って、家族を探していたベンハーは、母と妹が死んだという法に涙し、メッサラへの復讐の鬼と化す。やがて、ベンハーは、 エルサレムでの戦車競争で腐敗のメッサラに挑むことになる。激闘の末、ライバルのメッサラを倒したベンハーは、メッサラから母と妹がハンセン病に感染して隔離場所にいることを知らされる。当時はハンセン病の効果的な治療法がなかったのでベンハーは、偉大な霊力を持つと、人々の間で信じられていたイエス・キリストのもとに二人を連れて行きその力にすがる。 すると奇跡が起こり二人は感知した。三人はキリストに感謝する。1907年に作られた最初の映画はわずか15分のサイレント映画であった。短編ながら以降のベンハーと同じく戦車競争を中心にしている。監督はカナダ人のシドニー・オルコットであった。制作会社は映画化量をめぐって原作者のオーレスの遺族から訴えられている。 このような事態は、以後、小説の映画化において何度となく、繰り返されることになる。詳細は、ベン・ハーを、三章二度目の映画化は1925年、ラモン・ド・バロが、ベン・ハーオを演じたサイレント映画である。これが、大ヒットとなった。サイレント映画ながら、前代未聞の390万ドルという、未曾有の制作費が投下された、大スペクタクル映画であった。 群衆の場面では実に12万人ものエキストラが動員されている。戦車競争の場面のフィルムの長さは全長 60km にも及んだが、編集されて 229m になった。この戦車競争の場面こそが1959年版、ベンハーの戦車競争シーンのモデルとなり、スター・ウォーズエピソード1、ファントム・メナスのポットレースの場面の元ネタとなったのである。 メトロゴールドウィンメイヤーによって制作された、この映画は1925年の大ヒットとなり、550万ドルという、サイレント映画史上、第3位の興行収入を稼ぎ出している。あまりの人気に1930年代に入ると、音声がついたバージョンも公開されている。詳細は、ベン・ハーを、参照1959年に公開された今作を、 監督した名称ウィリアム・ワイラーは、ベン・ハーで、工業面の大ヒットで得た、知名度や、世界的な名作としての評価においてその揺るぎない、地位を獲得した。第32回アカデミー賞にて、作品賞、監督賞、主演団優賞、助演団優賞をはじめとした11部門を獲得。2003年版の、ベン・ハーは、チャールトン・ヘストンのプロダクションである。 アガメムノンフィルムズが2003年にビデオ用に制作した80分のアニメ映画である。ベンハー役の声をジャールトン・ヘストン自身が演じている。2010年版のベンハーは監督はスティーブ・シル、脚本はアラン・シャープ、主演はジョセフ・モーガンが務めたイギリス・ドイツ・スペイン・カナダ・アメリカ合作の t v ムービー。日本では2013年9月4日に2枚組の 完全版 DVD が発売された。詳細は、ベン・ハーを参照2016年版の映画、ベン・ハーは、監督はティムール・ベクマン・ベトフ、脚本は、ジョン・リドリーとキース・クラーク、主演は、ジャック・ヒューストンが務めた。2016年8月19日に、全米公開され、日本公開予定は2017年だったが、最終的には日本での公開は見送られ、 2017年2月8日に、ブルーレイディスク、DVD が発売された。2016年の映画、ベンハー終わりなき伝説は、西暦58年のベンハーの新たな戦いを描いた、アクション映画。原作とは、無関係。監督は、マーク・アトキンス。主演は、エイドリアン・ブーシェ。ベンハー、発生、闘争、栄光、松本慶子役、エータカラシャ。 1951年、全294ページ。全役ベンハー新定版、松本慶子役、A 宝社。1960年、全296ページ。ベンハー白石友好役、新潮社、新潮文庫。1960年、全328ページ。バンタム版の省略本を定本にした自由役。ベンハー飯島厚秀役、角川書店。 角川文庫、1960年、全280ページ。ベン・ハー、キリストの物語、辻元陽子、武田孝子役、小白社、アメリカ古典大衆小説コレクション1、2003年、全593ページ。ISBN4 億7754万 24X。ありがとうございます。